はい、皆さんこんにちは。アベモータースマーケティング部の杉本です。本日もご覧いただきありがとうございます。はい、ということで、今日はまたミニオタにお邪魔してます。今日は何をするかというと、こちらの前のモデルのミニの、今回はサイドマーカーを変えていこうという企画です。前のサイドマーカーはですね、こちらが前期モデルのサイドマーカーなんですけども、今現在発売中のモデルだとこちらに変わってます。でやはりですね、こういうところのカスタムをするとやっぱり少しの違いでもとってもかっこよく変わっていくので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。アベモータース。はい、それでは早速交換していきましょう。交換するのはこちらの現在発売中のモデルのこちらのサイドマーカーです。違うところとしては、ここの長い LED とこっちは電球のタイプなんですけど、その光り方がこれを変えるだけでも全然このミニの見た目が変わっていくので、とってもかっこいいですね。これ見てください、これジョン・クーパーワークスで、こちらの車両も、前期モデルのミニのジョン・クーパーワークスです。ではミニのメカニックの岡崎さんに交換してもらいます。ちょっと画像はGoPro の画像でお届けしていきたいと思います。結構簡単に撮れるんですね。パカッと。ほうほう。なんか外すポイントとかあるんですか？力加減ですか、ね、力加減、うん、外すとき力加減をちょっと覚えてもらわないと、パキッとかいっちゃわないですか？ちょっと怖いかなと。なるほど、完了。はい、完了です。はい、完了です、はい、この後、電気をつけて点検をしてと。裏側からは何か外すものとかないんですか、この作業は？ないです。ちょっと 見ていいですか、はい、ここの隙間が空いてるところからこう手を突っ込んでいただいて交換していくと、これだけの作業です。作業的にはとても簡単な作業でした。それでは、しっかり点灯するか点検していきます。お願いします。はい、すごい、全然雰囲気変わると思います。ここだけ映ってるんで、あんまりおおっていう感じはないんですけど、実物見ると非常にかっこよく光ってるので、もうこれでもかなり見た目は変わってきます。はい、いかがだったでしょうか。本日はこちらのサイドマーカーを新しいモデルに交換してみました。ミニはこういう新しいカスタムとかですね、いろんなことができる楽しい車です。でミニを終わった後、ミニ目黒、ミニ世田谷でも、もちろん交換作業もできますので、概要欄の、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。それではまた。